ホーム駅周辺全商事駅は、岐阜県下路市萩原町中漁にある、東海旅客鉄道高山本線の駅である。鉱山発の始発列車及び高山駅の最終列車は共に普通列車でありながら、速達列車のため、当駅を通過する。地上駅で簡易駅舎がある。駅舎及び駅前に、便所はない。下路駅管理の無人駅。一面二線の構造で、 列車交換は可能だが、ホームは対比線にしかなく、本線は通過線となっているため、乗降設備としては、単式ホーム一面一線ということになる。よって、特急列車通過待ちによる、普通列車の停車はあるが、普通列車同士の交換はない。特急列車が通過する際は、上り降りともに、ホームと反対側の線を走る。なお、1962年当時は、 当駅での列車交換は不可能であった。ABCDEFGH、週刊 JR 全駅、全車両基地48号岐阜駅、高山駅、奈良駅ほか68駅、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2013年7月21日、25ページ。田中大造、道下厚し、鉄道写真集高山線の60年強度出版社。 1994年、190から191ページ。ISBN48 億7664万890。1962年当時の高山、本線列車運行図表では、ゲロ駅飛田萩原駅間が一閉塞区間となっている。田中大蔵、道下厚志、鉄道写真集高山線の60年強度出版社。1994年。 164ページ、ISBN 48億7664万890、日本国有鉄道工事 S37.3、35112、ありがとうございます。